この動画には、以上の要素とモッドが含まれています。ご理解の上、視聴してくださいね。よう、毎度どうも、ゆっくりマリサだぜ。毎度、アインです。解説役の達也です。前回冒涜の守護者たちを何度か倒したところから続きです。その何度か倒してもドロップの一つが確認できなかったんだけどな。また気が向いたらですかね。この時はまだ確率とか調べてないので、そのうちやるかな程度ですけどね。今回は、こっちを倒して手に入れてたプロビデンス召喚アイテムを使います。そっちも呼び出す条件は一緒だったかな。というわけでレッツラゴー。こっちは普通に袋もあるっぽいな。では、3回倒す感じでいきましょうか。まだお昼くらいですよね。確かそうだなぁ、呼び出すのはいけるはずだぞ。昼限定とこの時は勘違いしてますけど、召喚に昼夜の区別はないようですね。というわけで、プロビデンス戦。めちゃくちゃ大きいのですけど。いや、これ体当たりされるだけでもきつそうだな。あんまり近寄っては来ないんですねー。む？なんか一瞬暗くなりましたね。あれ？今ので当たらないんですか？燃えてる部分とかは接触ダメージないのかな？あん、むしろこいつ接触判定ないか？疑問に思いつつも、この時はまだ半信半疑なので体当たりも回避しようと考えてます。おお、綺麗な攻撃ですね。いやー、なんかダメージが緑のマイナス180とか出てたけど、どうして当たりに行ったよ。ダメージ受けてる感じじゃなかったですし、緑なのでとってもいいのかなと試してました。ああ、そういう。表記が違うし固定ダメージとかじゃねえのかね。ああ、全部180ですもんね。あのキラキラしてるのと、今振り回してる武器エフェクトで見づらさ抜群になりそうだな。では、こちらも攻撃力を高めて。武器研磨と召喚数増加か。よし、これで行きましょう。いや、しかしダメージ自体は結構倒しやすいな。そうですね、もりもり削れますけど。さっきの一瞬暗くなったのとか何だったのか。確かにまだ謎の攻撃があるよなぁ。って、言ってるそばから。いててててて。何がどうなってるんでしょうか。深淵にいた時みたいなダメージ受けてたな。どうにもプロビデンスから一定距離離れることによる状態異常らしく。効果はご覧いただけたように、暗闇状態とドットを受けます。残念なことにプロビデンス戦には気づけませんでしたけどね。これを受けると暗闇。いや、それにしちゃあさっき死ぬ間際にならなかったぞ。ムーンロードの投げ払いビームを2つか。あれは、テレポキスですね。
いててて。まだ予兆を捉えてないからなぁ。あ。な、なに？中ボスっぽいかと思えば本当にそういうボスだったんですね。これ冒涜の守護者のドロップも出るんならさっき回す必要なかったんじゃないのか？だ、倒してみないとですけどね。鳥も1ヒット減ったぞ。のわいたたたたたたた。まるで放射能ゾーンでカリカリしているようだ。よし、これで冒涜の守護者も一体。すぐ片付いたな。いや、体力低下からの攻撃がまたきついな。でもポーション飲んだのでまだまだいけます。地味にこのローグスラッシュが強いんだよな。いてててて。まずいまずい。どうすれば終わるんですか、これ。あの状態で防御無視の砲弾受けたら無理だな。いやー、あの暗闇さえなければなんとかなるんですが。あれは確かにきついぜ。よし、ここまで戻しましたよ。今回は暗闇受けてないからなぁ、安定してるぜ。なんとなく場所、より当たりが怪しいなとは思った頃ですね。ただ確信にまでは至れませんでした。ほ、ナイス回避。まあ、これまで弾幕きつい相手ともやってますからね。確かにな、何度か弾を見ていけば。熱い。トリマ、レーザーと光弾がきついからな。炎はほどほどに、と。完全にレーザーは見切ったな。視界内にいればですけどねー。ビクトリー。お疲れさん。ってなんだ、肉壁みたいなドロップだな。しかもこれかなり大きい範囲に囲いますね。まあ、相手のデカさがデカさだし。で、そうか、地底で呼び出したとき対策だもんな。なんかいろいろ手に入りましたねー。伝承が、発射物に追加ダメージか。普通に強いけど。体力がどれくらい減るかですよね。いや、かなり減るな。150くらい減りますねー。ちょい保有だな。プロビデンスのこと考えると、固定ダメージもあるみたいですもんね。あとは珍しく、作成じゃなくて現物で翼のドロップか。確かに。しかもこれ弱いわけでもないですよね。
そうだな。今つけてる翼よりも速いしな。今つけてる靴も翼としての機能があるので、そこも悩ましいところですよね。というか、さっきメッセージが出てたと思うがドロップの枠に気を取られてたな。まがまがしい存在が血の石を浴びた。化石になった木の皮が、ジャングルの泥の中で弾けている。ジャングルの泥の中、もしかして例の新しい鉱石が出てきたか？おお、それならプロビデンス戦が終わったらそっちの確認ですかね。もう一つの血の石ってのも、なんか引っかかるというか。まあ、とりあえずはあと2回戦ってからですね。だな。ではでは参りましょう。この作業が面倒くさいですね。まあ、最初はやられたけどよくやったぜ。体当たり判定がないのがありがたい敵でしたね。あんだけでかくて体当たりまであると、きつかったろな。結局、お供のドロップを見なかったので後で3匹をまたやることにしました。あそこで出れば楽だったんですけどね。で、おそらく次回は武器紹介会になるぜ。といったところで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。それではまた。動画を気に入ってくれた方、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。